エスキシェヒル県はトルコ中西部、中央アナトリア地方の県。北アナトリア断層の上にあり、地震の危険性が高い地域である。県とはエスキシェヒル。県の大部分が中央アナトリア地方であるが、北部ミハルチュク、サルキャカヤは国会地方に属しており、藩はアナトリアに属している。人口は72万人近くである。 エスキシセヒル県の歴史は古く文化がたくさん残っている。エスキシセヒルオスマン大学とトルコ最大のアナドル大学がありアナドル大学はいくつかの文校を持つ。メッシャムパイプまたこの県の人々の識字率は非常に高く99%レベルである。多くの学校と軍事設備が街の周りにある。トルコの技術学生はエスキシセヒル大に集中している。 インフラの問題は自電を引くことで緩和された。エスキシセヒルの家族の多くがコーカサス出身である。エスキシセヒルはメッシャムパイプの起源として知られており、芸の細かい彫刻と白く泡立ったような石でできていることで国際的に知られている。この石は解放石と呼ばれ、トルコ語でリュレタシュとして知られている。ありがとうございます。